アクザム -743 は、ベラルーシの輸送用機器メーカーであるベルコムンマッシュの路面電車車両。同社が開発した初の連接車で、車内の床上高さの一部が低くなっている。ソビエト連邦時代に設立された輸送用機器メーカーのベルコムンマッシュは、ソビエト連邦の崩壊後の2000年以降、路面電車車両の製造事業に着手した。 同年に試作されたアクザム -1M に続き、量産車のアクザム -6102 が2002年以降製造されたが、これらの車両は、上空扉付近に2段のステップが存在する、高床式電車であり、車椅子やベビーカーの利用客にとって難があった。そこで、ベルコムンマッシュはこの問題を解決すべく、床上高さを下げた車両の開発に取り掛かった。 その最初の車両として完成したのがアクザム -743 である。全溶接式の構成車体を有しており、ループ線が存在する路線に適した型運転台構造を持つ。先頭部と後部はグラスファイバーによって作られ、車体の骨組みをはじめとした腐食の影響を受けやすい場所には腐食防止剤による処理が行われている。 各車体間はドイツのヒューブナー社が製造した間接式のジョイントで接続されている。車内は動力台車が存在する先頭車体と後方車体の車端が高床構造、付随台車が設置されている中間車体を含めた残りの部分は床上高さを下げた低床構造となっており、後車には両開き式のプラグドアが前後車体合わせて4箇所。 設置されている。ただし完全なノンステップ構造にはなっておらず、乗降の際には一段のステップを経る必要がある。また、後部車体の高床部分には型開き、式プラグドアが存在し、ステップは二段となっているほか、前方車体には同様の構造の乗務員扉が設置されている。車内の温度調整や換気は、開閉可能な側窓のほか、 強制換気機能と暖房機能を有する空調装置によって行われる。動力台車、付随台車は共に軸バネと枕バネを備え、振動や騒音の抑制が図られている。動力台車は回転軸を有し、出力 80kW の直流電動機が2機設置されている一方、付随台車は回転軸を持たず、車体に固定されている。制御装置は、 電気子直波制御方式が用いられる。2002年に一両が試作され、2020年現在もミンスク市電で使用されている。ありがとうございます。